皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日の動画ですね、私の YouTube 史上で最も難しい部類のレビューなんじゃないかと。はい、こちらにございますですね、ナスでございます。この動画では私の撮影でナスがどういう風に役立ったのかっていうことと、ナスって何すかというところもご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。ナスについてご紹介する前にですね、私の作業環境っていうのをご紹介したいと思います。私の自宅には自作のデスクトップパソコンが2台あります。で、片方が動画用、片方が写真タイムラプス用っていう2台で運用してるんですね。パソコンの中にですね、 M.2SSD っていうデータの読み書きが早い SSD が 2TB、2TB で 4TB、 合計 4TB 入ってます。転送速度の速い SSD で作業をして、作業をし終えたデータは外部ハードディスクに移動して管理をしていると。で、そのハードディスクはバックアップを取って、そのデータが消えても問題ないように対策をしているっていう感じですね。で、それ以外に、MacBook Pro を持っていて、その MacBook Pro で出張先で動画を作ったりメール返信をしたり、っていうことをしています。例えば一つのタイムラプス作品を作るときに撮影するデータ量、まあ一回遠征に行って戻ってくるみたいなイメージですね。その時のデータ量っていうのはだいたいローデータで2テラぐらいになります。で、その2テラ撮影したものを一度 SSD、パソコンの SSD に移して作業するんですが、ここでもうちょっとおかしくなりますよね。パソコンの中には SSD2 テラしかないのに、2テラ以上のデータが取られているということで、それでもう一個 SSD があるんですよ。だからなんか2つに分割しちゃうことになるんですね。で、4テラにしようかなって思ってはいるんですけど、連続で遠征に行く時もあるんですよ。帰ってきたらまた2テラ取ってくるわけじゃないですか。で、それを入れようとした時に入れる場所がないってなるんですよね。うん、だから4テラ買っても意味ないから8テラ買おうかなって思ってるんですけど、 SSD の4テラと8テラってえらい金額違うんですよ。10万近く値段に差があるんですよね。だからこうどうしようかな、なかなか手が出ないななんて思いつつ、データの作業スペースは確保しないといけないですから、こうあっちこっちに移動してですね、ちょっとずつ作業してて、やっていくうちにですね、あれこのデータどこにしまったっけとかなるし、ちょっと間を置いてまたその作業を開始したりすると本当にわけわかんなくなるんですよね。そうこうしているうちにどん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 データが溜まっていきます。私タイムラプスのデータは全部取ってありますし、一応今まで投稿した YouTube のデータも何に使うかわかんないんでね、全部取ってあるんですよ。バックアップ用のハードディスクがとんでもない数になるんですよね。よいしょっと、これが、バックアップ用のハードディスクなんですけど、すごいたくさん入ってますね。これね、一個一個8テラのハードディスクなんですよ。で、これ以外にも、12個ハードディスクあるのかな。要は半分は元データで半分はバックアップなんですよ。まあこういう感じでどん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 ハードディスクが、増えていって、管理しきれてないっていうのが今の私です。そこでそんな悩みを解決してくれたのがこのナスですよっていう。このナスがですね、ちょっと上の方がマット引いてたらなんかちょっと溶けちゃったみたいで、ちょっと汚いんですけど、もう1ヶ月ぐらい使わせてもらったんですけど、これでね、私の悩み結構解決しました。で、このご提供いただいたのは、シノロジーの DS1522 プラスという、商品にナスになります。頭の15っていうのが、拡張可能なドライブの数、ハードディスクの数ですね。で、後ろの22っていうのが発売した年号みたいですね。まず普通のハードディスクとナスの違いなんですけど、普通のハードディスクは USB 接続になりますが、ナスは、LAN 接続になります。それから通常のハードディスクだとこう1個のハードディスクに対してこう読み書きを行いますが、この NAS はですね、複数のハードディスクを、1個として扱うことができる RAID というシステムを、導入しているものなんですね。だからこれ1個1個ですね、ここをこう外すとこういうふうにですね、
ハードディスクが、はい、出てきます。8テラのハードディスクが入っています。で、1つのハードディスクに読み書きするのと違って、この複数のハードディスクを1個のハードディスクとして扱うことができるレイドの場合だと、データの読み書きも複数のハードディスクに分散するんですね。これの場合だと5つのハードディスクに対して分散して読み書きをしてくれるので、データのその処理速度が上がるというような仕組みになってるみたいですね。まあ、ここのですね、前の方にここに USB ポートがあって、ここから直接データを取り込むことができたりとか、それから裏を見てみると、はい、ここに SATA の SSD とかを挿せるのかな、接続できるポートがあったり、 USB ポートがもう1個あったり、それから LAN ポートがここに1個とこっちに4つありますね。こっちがですね、1G ですね、1ギガビットの転送速度で、こっちが 10G、10ギガビットの転送速度の LAN ポートになります。要はこの 10G の方が速いってことですね。LAN ポートに接続して、データの転送を行いますので、外部からのアクセスが可能になるっていうことですね。外にいる時でも、シノロジードライブっていうアプリがあってですね、そのデスクトップクライアント、アプリを使用すると NAS にアクセスすることができるんですね。出張先のホテルからこの NAS にアクセスしてデータを取り出したりとかもできましたし、それから、スマートフォンのアプリでもアクセスすることができるんですよ。で、例えばクライアントから、取引先からですね、例えばこのデータ欲しいんですけどみたいに言われた時に、今までだと自宅にいないので帰ってからやりますねって言ってたのが、スマートフォンでこうピーッと見てですね、で、あ、このデータだなって見つけたら、それを共有できるんですね。URL 発行できるんですよ。その URL を取引先にお伝えして、ダウンロードしていただくっていうようなことができるんですね。またね、ありがたいことにね、ローデータとかもね、ちゃんと見れるんだよね。その他にもですね、アプリいっぱいあるんですけど、全然使いこなせてない感じなんですが、まあいろんな使い方ができるのがこの NAS みたいですね。それから加えて、この NAS の素晴らしいところっていうのが、データの損失に強いって言えばいいのかな。例えば、データ飛んだことある方って結構いらっしゃると思うんですけど、私もそのうちの一人ですね。それからバックアップを取るようになったんですが、例えばこの、5つ入っているハードディスクのうちの1個が行かれてしまったとしても、全く問題なく作業をすることができるんですよ。で、壊れたハードディスクをまたこう、新しいのに変えて戻せば、何事もなかったかのように作業を進めることができるんですね。なんかすごい不思議なんですけど、多分まあ全部使ってないんでしょうね。余力を残してると思ってて、1個ハードディスクが壊れても、まあそれ、他の4つでなんとかなるよっていうことだと思うんですよ。まあ同時に2個ハードディスクが壊れるっていう可能性がないわけではないんですけども、ここで使ってるハードディスク、そもそも普通のハードディスクじゃないんですね。NAS で使うハードディスクっていうのは、ちゃんとね、NAS 用のハードディスクってあるんですよ。NAS グレードってやつがあるんですよね。それを使うことをお勧めします。で、おすすめのハードディスクが、さっき私が使ってたウエスタンデジタルっていうメーカーのですね、レッドプラスか。それがおすすめみたいです。まあ、いろんなメーカーさんでね、その、ウエスタンデジタルのハードディスクって使われていますし、シノロジーさんでも十分な検証が済んでるということで、安心して使えるハードディスクがそれになると思います。で、私は8テラの、ハードディスクをここに5つ入れていて、合計40テラのハードディスクとして使用しているっていう感じですね。増設ができますね。型番なんだっけな、DX517 っていう商品が、これの拡張ユニットです。それを2つつないで、合計15で使えるということですね。そうすると、どのぐらいになるんだ。例えば仮に16テラ入れてたとして、かける15だと最大240テラまで拡張できるということですね。あ、すごい容量になりますね。で、データを分散して読み書きするので、拡張すると読み書きが分散されますから、多分速度が上がるはずなんですよ。どんだけこれから速度が上がっていくのか楽しみです。もう楽しみですね。まあ、仮にデータを誤ってこう間違って消去してしまったとしても、まあ、一歩手前の状態に戻るっていう、Mac でいうとこのタイムマシン的な機能があるそうです。バージョニングって言ってたかな。実際どのぐらい速度が速いんだということで、速度を測ってみました。M.2SSD で作業した時の数値がこういう感じですね。さすがに速いですよね。で、これの NAS の 1G を使って、
データを計測したところこういう感じですね。まあまあまあ遅いっていうかハードディスクってこんなもんだろうなっていう感じですね。で、最後に、点Gで作業した時の速度が分かりますね。はい、結構速くなりますね。ただまあそれって内部蔵 SSD の方が全然速いじゃんっていうのはまあ当然なんですよ。で、大事なのは実用的かどうかですね。あの点Gで作業してみてめちゃめちゃ遅いっていう感じはなかったし、あのこのぐらいの速度出るなら全然いいじゃんって感じですね。で、写真の現像だけやるんだったら 1G でもう全然十分ですし、タイムラプス私1000枚とか2000枚とか大量に処理をしますけど、少し時間はかかりますけども、でも作業がめちゃめちゃ負担になったりとかめちゃめちゃ待つっていうことはなかったですね。全然実用レベルだと思いました。しかもそれがあのこれから拡張していくとさらに速くなるっていう話だと思うので、なんか未来が楽しみですよね。あのお友達で動画関係で働いてる方、割とねシノロジーさんのNAS 使ってる方多かったんですよ。その人たちに聞いてみたら、やっぱりこれよりももっと大きいっていうか、たくさんのドライブが入るタイプを使っていて、そのぐらいのサイズじゃないとちょっと動画の処理とかはきついかなみたいな感じでしたね。実際これで動画の処理やってみたんですけど、ちょっと待つなっていう感じでしたね。だから今のところ動画の、編集はまだ私内部 SSD でやってるんですが、タイムラプスと写真に関してはもう全部こっちに移行したっていう感じです。ゆくゆくは動画も NAS に移行したい。で、これを買えばですね、その 10G がの速度が出せるかっていうと、まあそうじゃなくて、やっぱりパソコン側、受け手側も、その準備が必要です。まず私これの 10G を使うために行ったことが、あの、LANカードっていうやつが、10G 対応のLANカードっていうのがあるみたいですね。それを2つ買いました。もう1個ですね、10G 対応のネットワークハブっていうのも買いました。でそのネットワークハブと、PC 側、Windows の方で、10G 対応していれば、これと NAS と接続したときに、10G の速度がその間では出せますよって感じですね。まあ、そこまで高機能っていうか便利なものなので、やっぱりね、値段は、高いです。これだけでも、10万ぐらいしますし、プラスハードディスクも必要になってきます。まあ、初期費用として、自分の場合は LAN カードとネットワークハブも入ってきたので、それなりにかかります。で、これの上位クラスってなると、やっぱり高いですし、拡張しようとしてもやっぱ同じぐらいの値段がかかってくるんですよね。で、まあこれ新しい沼だなとは思ってるんですけど、ただ SSD で同じようなことをやろうとするとそれはそれで、まあ、無理っていうか、もう同じ環境を作ることはできないんですよね。値段も NAS を導入するよりももう倍以上の倍で済まないのかな、うん、以上のお値段がかかります。そう考えると使ってみて実際思いましたけど、初期費用としてはそんなに高いわけじゃないんだなと思ってて、何よりですね、そのデータの一元管理っていうことと作業スペースの確保っていうことをいちいちやんなくて済んだので、まあ楽になったんですよ。自分と同じような悩みを持っている方、もしくはそのデータがなくなってしまったと悩み経験をお持ちの方は、NAS めっちゃおすすめでございます。はい、ぜひご検討いただければなと思います。喋ろうとしていたことはこれで全部かな。いやー大変でした。実際この動画撮影したのこれ5回目でございます。やっと置けて下せたかな。うん。ということで、ひとまず今日の動画はここまでになります。皆さんもシノロジーさんのNASでですね、快適な作業環境を手に入れてはいかがでしょうか。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。どうも。